はい、議長より壇上での質問を許されましたので、一般質問させていただきます。まず第一に、里地、里山と勝山市農業農村ビジョンの推進についてでございます。去る5月30日の福井新聞の中で、石川県七尾市で5月29日から開催されている世界農業遺産国際会議が紹介されており、来る9月には福井県で、里山イニシアティブ国際パートナーシップ、IPSI 定例会合を開催する予定で、農業遺産会議の成果を福井の会議へ引き継ぎ、里地、里山、里海の魅力を発信、発展させていく、日本中、世界中の人にお越しいただきたいと力強く呼びかけたとの報道がなされました。世界農業遺産とは、伝統的農法、それに関連する文化、風習、景観と生物多様性に富んだ、世界的に重要な地域を次世代に継承するため、国連食糧農業機構機関、FTO が平成14年に創設し、平成23年6月には、能登の里山里海と福井県、新潟県の土岐と共生する佐渡の里山が認定されており、4回目となる今年の会議は、この登録地である石川県での開催に開催となったとのことでございました。早速、石川県の環境部の里山創生室より概要書を取り寄せたところ、5月29日に行われた世界農業遺産候補地域プレゼンテーションがあり、日本では、阿蘇の草原と持続的農業、静岡の茶草場農法、黒東半島宇佐の農林漁業循環システムが名乗りを上げており、時期の認定は間違いのないところであるとのことでございました。早速、ここで気になったことが2点ございました。1点は、勝山市農業農村ビジョンの基本理念と同じものが、この 里山にあると思われたことで、今ではなくなってしまった白山麓の出作り農業のことが気になってなりませんでした。この白山麓の出作り農業のことはまた後ほど述べます。この勝山市の農業農村ビジョンでは、農業を維持するための目標、目指すべき目標は、担い手と効率性の確保による集落への、あるいは団体営農を目指さなければなりませんが、産業と生活基盤の一部はまさにこの里山が築いた文化ではないかと思われたくらいでございます。ついで出てくる林の分野や水の分野では、豊かな自然、恵みを育む礎としての森林の環境整備と、水産資源の保全活用とあり、まさにこの里山の文化が基盤ではないのかと思われたくらいでございました。そこでお尋ねしたいのは、この勝山市の農業農村ビジョンの基本理念は、この里地里山の概念とは相違があるのかどうかお尋ねをいたします。人間の生活は今日的に言えば、石油という文明の利器が人間の生活を一変させ、あらゆるものが豊かで便利になりましたが、動物としての欲望に対してのものは充足した。いわゆる人間も動物の一種でありますけれども、その欲望のものは、本当に充実しましたが、自然界の中の動物としての、人間はあまりにも身勝手な生き物となってしまい、その身勝手さゆえに絶滅寸前の生物や植物を作り出してしまいました。その反省が自然の一部としての人間の生き方にあり、環境負荷のない社会の構築や、炭の植林ばかりでなく、広葉樹の植林による民間企業の森づくり運動等に見受けられるように思います。近年では、里地里山の豊かさの享受をはじめ、棚田の保全や自然との共生が叫ばれており、
そのことが今回の里山国際会議につながっていると思えてなりません。福井県の自然保護センター発行の守り伝えたい福井の里地里山という本では、福井の里地里山30の中で勝山の里地里山が4地点で福井に次いで多くなっております。驚いたことにこの恐竜博物館を含む長尾山の里山湿地が登録されており、恐竜ばかりじゃないんだと、こういった自然の里地里山がこの恐竜博物館の本外にある。恐竜博物館を出たならば、そういった貴重な動植物を観測しながら、素敵な自然を満喫できる楽しめるポイントとなる。これは本当に素晴らしいことではないかな、私は思います。そこでこのような観点からの観光資源としてのアプローチについてどのように考えるのかお尋ねをいたします。ついで、結婚相談事業についてでございます。6月6日の福井新聞では、女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示す、合計特殊出生率が2012年では 1.14 となり、前年度より 0.02 ポイント上昇したとの報道がございました。ただ赤ちゃんの出生数は過去最年少を更新しており、今後も少子化の流れは続くとの国の見解でございました。福井県は全国よりも 0.19 ポイント高い 1.60 であり、全国順位が10位から8位に上がったとのことでございました。婚姻数は前年から93組減の3634組で、人口1000人当たりの婚姻率4.6 は前年から 0.1 ポイント減少し、全国順位では5つ落とした34位であったとのことでありました。県の子ども家庭化は、婚姻率の減少は将来の出生率に影響する問題で、出会いの場作りなどを通して結婚したい若者の支援をさらに進めたいとのことでございました。そこで、勝山市の現状をお尋ねいたします。生涯未婚率という言葉があるそうであり、その意味するものと勝山市の数値はどの程度であるのか、もう一点、勝山市での昨年1年間の婚姻届がどのくらいであったのかをお尋ねをいたします。次に、平成25年度当初予算の中で、52万8000円の結婚相談事業費が計上してありますが、現在はどのような事業に取り組んでいるのかお尋ねをいたします。ついで、これは6月8日の福井新聞で、片町でドマコンと題して、20歳代から40歳代の独身男女400人を対象にした大規模合コン、第3回ど真ん中でコンパ、ドマコンが通称片町で開かれると報道されておりました。昨年の10月4日の日刊県民福井では、婚活イベント、スポコンと題して、福井スポーツクラブがスポーツを軸に健全な男女の出会いの場を提供しようと企画したもので、福井大学の文教キャンパスで開催するとの報道もございました。勝山でもある飲み屋さんでお聞きしたところ、お客さんを対象に10人ぐらいの男女、が集まって合コンを開いたところ、なんと一組がゴールインしたというめでたい話も聞いております。もう一例でありますが、ある日、田んぼの農作業を行っているときに、ラジオから、糸魚川市の結婚相談事業、入会支援事業のことが報道されておりました。市では人口減少対策チームを町内で設置して、対応策を検討したとそうで、平成19年度からは、縁結びコーディネート事業とハッピー出会い創造事業を開始したそうでございます。縁結びコーディネート事業では、市民ボランティアによる結婚活動を支援するもので、成婚謝礼金は1組8万8000円、平成25年度までの実績は
28組であったそうでございます。なぜ8万8000円とか言いますと、多分末広がりの88じゃないかな、私は想像しました。もう一点、ハッピー出会い創造事業、創出事業では婚活パーティー、セミナー、イベント、相談会の開催で上限10万円までの女性とのことで、カップリング数は77組の実績があったとのことでございました。今年度5月からは結婚相談所入会支援事業として、糸魚川市民は0円で入会できることとし、全国展開の株式会社スワイという会社に委託して結婚相談事業を実施しているようでございます。そこでお尋ねするのは、勝山市も何かこういった人口減少対策に対する施策あるいは行動を開始すべきではないかということを考えますし、もっと予算をつけて市民にアピールすべきと考えますが、市長の見解を求めます。次に、共同資料の自費出版に対する助成制度の創設についてお尋ねをいたします。今回、里地里山のイメージをいろいろ研究するうちに大切なことに気づかされました。というのは、その地域に根付くいろんな文化の伝承とか言い伝えの伝承とか、今記録として残しておかなければ永久に残らない風俗や風習、伝統料理の作り方や山菜等の食べ方に至るまで本当に幅の広いものがたくさんあり、早急に手をつけるべきと思われます。特に過疎化の厳しく進んでいるような、あるいは、そういった、地区に、を中心に一人一人の記憶でもいいから、あるいは古い写真や記録等を今のうちに残しておくべきじゃないか、地域の中からそういったことに取り組んではどうかと思われてなりません。このことは、市長の取り組むエコミュージアムの源泉でもあり、後世に伝えるべきエキスの部分であり、我々が生きてきたこれまでの源泉でもあります。市が取り組むべき課題は数限りなくあるものの、市民の協力の下での記録の保存は必ず残せてよかったと思われるものであるからであります。先ほど触れさせていただきました白山麓の出作り村農村農業の歴史についても、勝山の歴史とは切っても切り離せないもので、白峰村との歴史に深く関わってはいるものの、人々の具体的な生活や暮らしの仕方等、明確な記録まで保存されているとは言い難く、歴史にうずもれた存在になってしまいました。このように、亡くなってしまったものは取り返せるものではないため、私たちが生きてきたことにを記録する、そして保存することが必要であり、場合によってはその資料を自費出版したりする事例も見受けられます。市としてはその中から特に重要なものは市が選別して残すようにすれば、かなりいいものを残せるように思われますので、これらの取り組みから出版された、例えば本の制作費用に対する補助制度等があったならば、地域の中での取り組みがもっと進むのではないかと思われますので、補助制度の創設ができないかお尋ねをいたします。以上で1回目の質問を終わります。山岸市長。里地里山と勝山市農業農村ビジョンの推進についてお答えをします。勝山市は勝山市農業農村ビジョンの基本理念で、勝山らしく担い手のみならず、兼業農家や非農家がさまざまな地域資源を活用して、身近にある農林水の営みに関わり、いつまでも持続的な営みの展開をしていくことを挙げております。里地里山には古くから人々が慣れ親しんできた雑木林、水田、ため池、草地などがありますが、これらは農林業に伴うさまざまな人々の働きかけを通じて作り出され、維持されてきたものです。
里地里山を保全することは、さまざまな地域資源を活用して、いつまでも持続可能な農や林の営みを続けることにつながることになります。お互い農業農村ビジョンと里地里山を保全するというこの理念は相通るところがありますので、里地里山の保全の取り組みと連携して農林業の振興に努めてまいります。次に里地里山の観光資源としてのアプローチについてでありますが、県が平成18年に選定した守り伝えたい福井の里地里山30の中には、勝山市の貴重な動植物が生息する長尾山、道の区福寿草の自生地などがある北谷地区、山里や水田に恵まれた平泉寺地区、六路市高原の池ヶ原湿原周辺の4カ所が含まれています。これらの観光資源としての活用について、長尾山においては恐竜の森を管理する NPO 法人恐竜の町勝山応援隊が主催し、年間を通してさまざまな事業が行われています。春から秋にかけては環境保全の専門家の指導のもとに、親子を対象にした植物採集や自然観察会などをし、冬にはノルディックウォーク、雪上トレッキングで冬の森の中に生息するウサギなどの動物を観察する事業を複数回開催しております。また平泉寺には毎回多くの観光客が訪れておりまして、宗教都市の歴史的遺産とともに残されてきた杉木立や周辺の田園風景が訪れる人たちの心を癒す素材となっています。市内には県の選定した里地里山以外の地域にもホテルや赤トンボなど、他の地域では次第に見ることができなくなってきた昆虫が今も当たり前のように生き続けておりまして、これらも含め勝山の豊かな自然は貴重な財産であり、まあ、いわば観光素材として活用の可能性があると考えております。しかし私が考えます観光という概念と、この今申し上げてきたそれぞれの勝山の特質あるものを観光資源とするという考え方には若干の違和感がありまして、観光というのはですね、これは実はJR 九州の社長唐池さんも言っていたことなんですけれども、観光ということで一言で言ってしまうと非常に薄っぺらい、もしくはすぐに金儲けに直結したい、大変横島であるといったような、そういう表現にもなりますけれども、まあ、非常に軽い言葉に受け止められてしまうというふうに、言っておられました。確かにその通りです。で、唐池さんは観光ということではなくて、D&S というそういう表現をしてました。つまりデザイン&ストーリーということで、 D&S 列車とかそういうものをこれから作っていくんだというふうに言ってらっしゃいます。で、私は観光ということは、これはもう古来から言い古されてきた中国の言葉から来ているらしいんですけれども、字で書いてみるとわかるけれども、観は見るという字で、光は当然光ですね。つまりその土地の光り輝くものを見るということが観光なんであって、それを漢字に書くと観光というか感じになると。ですから光を見るという考え方にすれば、勝山市はキラリと光るものをいくつも作ろうということで努力して、今ほど申し上げたいろんな光があるわけです。で、それを見るというような意味に私は解釈したいというふうに思っております。で、そうすれば今ほどいろいろ申し上げてきましたことなどがそれに該当してですね、別にそのいわゆる一般的な観光素材というんでなくて、勝山へ来ればその土地の特質あるものを見て、そして心を癒し、さらには新しい古さの中に新しいものを見つけ、また農業農村であればですね、特質ある食べ物とか特産品とか、
そういうものを使った料理とか、そういうものを楽しむことができるという意味において、観光という非常に狭いよう今までの使われ方よりも、もっと夢が広がり、そして地域の人たちも何かそこに参入できないかなという思いを持った、そういう言葉として捉えていきたいというふうに思っております。そういったことを含めて、田舎暮らし体験などの事業も含めて、今後ともさまざまな形で里地里山などの今申し上げた今日的な観光の意味を体現できるように、その資源の活用について研究し取り組んでまいりたいと思っております。竹内健康福祉部長。次に結婚相談事業についてお答えします。まず昨年度勝山市において婚姻届のあった数は86組でございました。次に障害未婚率ですが、障害未婚率とは45から49歳と50から54歳の未婚率の平均値から50歳児の未婚率、つまり結婚したことがない人の割合を算出したものでございます。生涯を通して未婚である人の割合を示すものではありませんが、生涯独身でいる人がどのくらいいるかを示す統計指標として使われております。勝山市独自のデータは統計上発表されておりませんが、国立社会保障人口問題研究所人口統計資料集2013の統計によれば、全国の数値は平成17年では男性 15.96%、 女性 7.25%、 平成22年では男性 20.14%、 女性 10.61% であり、明らかに5年前と比べて障害未婚率が高くなっております。勝山市においては平成22年の国勢調査の速報値から見ると、未婚者の各年代率が45歳から49歳までで、男性 19.4%、女性 5.3%、50歳から54歳までで、男性 17.0%、女性 2.4% でございます。次に結婚相談事業について説明いたします。一つ目は、勝山市では結婚相談室を常設し、市から委嘱を受けた10名の結婚相談員が相談業務を行っております。親御さんや結婚を望んでいる当事者のために、毎月第1と第3木曜日は午後1時から3時30分、第2と第4木曜日は午後6時から8時30分まで、相談員が2名ずつペアとなって実施しております。さらに、結婚相談員は相談業務だけでなく、お見合いを設定したり、相談員同士の交流会の場において対象者マッチングを行ったりと、盛んに活動をしております。その結果、昨年度は相談が77件、お見合いが36件、婚姻成立が5組と、相談件数における婚姻成立数の割合は県内でもトップの実績を誇っております。二つ目は、当事者を対象にした交流事業を行っております。福祉事務所は専属の結婚相談事務職員が長年結婚相談事業に携わっており、そのいくつもの経験から少人数での若者同士が共同作業を通して交流を深めるといったことが一番効果があるとの知見を得て、これを視点にした事業を進めております。昨年7月に健やかにおいて料理教室、今年3月には夢王林で市内の業者の皆様にも場の設定や講師をしていただくなど、協力を得ながら参加者が共同して作品を作り、会食を行うなどのイベントを実施しました。
参加者からは夢オーレの雰囲気が公共施設といった感じでなく男女の交流の場に適しているとか、以前に町コンに参加したが短時間でお店を転々とするなどじっくりと話すこともできなかったが、勝山市での交流会は参加者同士の語らいの時間がたっぷりあるのでとっても良かったとの評価もいただいております。交流事業の参加者には積極的に行動できない方やその方法がわからない方もいる中で、結婚相談事務職員と当課の職員が適宜声かけし積極性を引き出すようにしております。終了数日後には参加者に電話で参加者同士のその後の交際状況を聞いたりアドバイスするなど縁を大切にし、それが継続される縁になるような支援をしております。その結果毎年一組ずつ程度が結婚までに至っております。県においても結婚支援事業としてふくふく出会い応援団が今月13日に発足され、婚活イベントの企画や実施への支援、県内での交流イベントの情報発信、結婚相談員の資質向上のための会を開くなど支援をしていくことになりました。今後先ほどご紹介いただきました糸魚川市の事例等も言及するとともに、ふくふく出会い応援団の一員として市外への情報発信などに活用し、イベントにより参加しやすい体制を構築したいと考えております。多田教育部長。次に共同資料の自費出版に対する助成についてお答えします。地域に残る歴史や文化伝承を記録に残していくことは大切なことであり、勝山市においては市史編纂事業などを通してできるだけ詳細かつ正確な記録として書籍にまとめる作業に努めているところであります。そうした中において個人が自費出版で地域の歴史を紹介することもあり、こうした自費出版に対して助成を行っているケースは2通りあります。一つは財団等による助成、もう一つは自治体の助成であり、財団では学術振興等を目的にして該当する出版物に対して助成を行っているケースが見られます。一方、自治体では極めて稀ではありますが、地域文化の向上に寄与すると認められた出版物に対して文化振興基金などにより助成するケースはあります。勝山市における現行の取り組みとして、勝山市エコミュージアム事業の我が町魅力醸成事業新規チャレンジ部門があります。郷土資料の出版物を刊行するなどに現在取り組んでいる町づくり団体もあります。過去の我が町助成事業においても、町づくり団体に対して、例えば平泉寺漫画本、歴史の道、町中工作、石柱を訪ねて、高尾の息吹、五所ヶ原会、源野正弘氏による五所ヶ原歴史探訪などの出版物刊行に対して助成を行っています。今後、制度の市民への周知を図るとともに、さらに充実する必要があれば、検討していきたいと考えています。7番。はい、ありがとうございました。まず最初に観光の点ですけども、今回里山の件をこう勉強するにつれて、勝山ってこういうとこもあるんだな、こういうとこもあるんだなっていう観点がいっぱい出てくると、それほどに、素晴らしいとこじゃないかなと逆に
ですから、市長の言われたとおり、見る、そして光り輝くということからすれば、ちょっと立ち止まって、じっくり眺めれば、こういったもんもある、こういったもんもあるということで、非常に観光の拠点の素晴らしさが目につくと思います。で、恐竜博物館ばかりじゃなくして、ちょっと立ち止まれば、里山の景観もあるし、こういったこともあるんじゃないかというアピールも、やっぱり今後していくべきじゃないかな。まあ、観光地として、アピールすべきかどうかというところもあろうかと存じますが、その辺は、お任せをしますけども、やはり、そういった観点からの、観光の取り組みというのも必要じゃないかなと。共通する、なんですか、コンセプトは、まあ、市長の考えと私はもう全く同じで、非常に今回里山のことを勉強する中で、勝山って素晴らしいところやなと、改めて思いました。それと、もう一点、先ほどの里山会議の中で、当日あそこに来た人は、国際交流会館で100、200はいなかったと思うんですけど、100人程度。で、非常に里山に対する熱意とか、そういった、なんていうんですか、期待感が非常にありましたけども、ここに来ている人々が、いざ、例えば、農業との関連、いわゆる生産組織との関連でどうなるのかな、コウノトリのお金、コウノトリ米って言っても、かなり費用的にお金がかかっていると。そして現在でも結構高いと。で、例えば今、農業の分野では TPP って言ってますけども、こういった制度が入ってきた場合に、どうなるのかなと。あそこへ来た人の熱意だけで持てるのかなということが不安でございました。まあ、それは私の感じでございまして、まあ、これから日本の農業、そして勝山の農業も、これからそこへ行かなければならない課題じゃないかなというように思っております。それから先ほどの、糸魚川の事例は、たまたまちょっとラジオで聞いていて、耳に入ったもので、周りの人も大変に評判が良かったと。それでも、まあ、勝山ではどうかと言いますと、52万8000円の年間予算。その中で、半分ほどは、指導員さんの報酬という形であろうかと。で、こういった中で、県内の、成婚率のトップを占めているという取り組みに対しては、非常に、高い評価をしたいと思っております。で、最近、少子高齢化社会になると、非常に厳しいというけれども、どうしたらいいんかといった中で、まずは結婚しなければ子供は生まれてこない。未婚の男女は相当いるのであるが、出会いの場や交流や触れ合う機会がないのではないかというように思っておりました。で、そこへ、先ほど、部長の方からお話のありました、14日の福井新聞での、福福出会い応援団、いう記事を見てまして、やはり、ここまでやらなきゃ、できない、ダメなんだな、と。ここまですべきじゃないかな、と。で、この高齢化社会を乗り切る、一つの方向として、少子化対策という、対策の充実が求められると。いうように思っております。ただ、もう一点、難しい、観点から見ますと、婚活事業の難しいのは、個人のプライバシーをいかに保護するかといった観点でございまして、これは、民間サイドではなかなか、市民の合意が得られないというか、なかなかそこまでの取り組みには限界があるという中で、やはり、官の領域が、補完をすべきところじゃないかなと。そうして、民と官の連携が求められるというように思われてなりません。で、もう一点、少子化対策の、何ですか、この子供を作った後っていうんですかね、
授かるための不妊治療施策やら、まあ、妊娠した後の出産までのプロセスの、妊婦の健康診査、そして分娩費の助成、生まれてきた赤ちゃんの育児助成制度やら、まあ、医療費助成制度はかなり充実しているんですけども、その結婚に至るまでの出会いの場がないと。そこへんはやはりもう少し今後充実しなければならない課題じゃないかなというように今回思っている、思われた次第でございます。で、結婚しない男女がたくさんいるんやと言っても、その男女を結びつける出会いの場、これはやはり、官と民とが連携してやっていただく中で、もう少し、市の方も、この少子化に歯止めをかけるために、強く取り組んではどうかというようなことで、理事者の答弁をお願いしたいと思います。竹内健康福祉部長。ただいまの再質問にお答えいたします。先ほども申し上げた中にもございましたけれども、いろいろ議員からご提案いただいた内容も参考にしながら、参加者が一人でも多く安心して参加できるような企画を構築したいと考えております。その事業に、そしてその事業に見合った予算も、検討して、つけてまいりたいと存じますので、ご理解をお願いしたいと。7番。はい、ありがとうございます。私は結婚しておりますので、そこまでは申し上げませんけども、やはり未婚の男女が多いという現実の中で、やはりこれからの少子化対策にはそういったことまで必要なんじゃないかなということで、一般質問をさせていただきました。で、私自身一度やってみようかなということで、企画したことがあるんですけども、一番難しかったのは、女性の方を、女の方、若い女の子の集めるのが難しい。で、それが集まれば男はいくらでもついてくるというふうな話も聞いております。ただ、そういった中で、個人の、そのプライバシーの保護と、なんていうんですか、呼びかけのその、民間サイドだけではなかなか難しいと。やはりそこに官が入っていただくと、プラスになると。で、以前、この結婚相談というわけじゃないんですけども、出会い創造事業の中で、何か全国的な会社、先ほどのツワイという会社がございましたけれども、そういったマチコンの事業を必要とする会社を探しているんだというふうなことを全協で聞いたことがありますけれども、その後、まあ、取り組みがなかったように聞いています。ですから、やはり勝山のこの小さい規模ではありますけれども、そういったところまでの取り組みを今後ともお願いしたいということを申し上げて、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。